ブレイクダウンは1976年から1986年まで活動した日本のブルースバンド。1972年に結成されたブルースハウスブルースバンドが母体。福田洋一郎と同じ同志社大学の西村入道、初代ベースマン吉沢悦郎の3人で活動を開始。その後、ビッグバンドでやっていた小川俊秀が加入。後に吉澤が抜けるとき、 ウエストロード、ブルースバンドの長井隆が、マガジンの1、2で活動していた、森田京一を、福田に紹介、ブレイクダウンの原型ができる。2年ほどの活動後、ブルースハウスは、解散、しばらく渡米していた、福田が帰国し、森田、小川と3人で新たな活動を模索、福田、森田の誘い出が、名古屋の近藤房之助が、バンドに加わり、 1976年3月、京都修徳のマンデーライブから活動が開始された。このメンバーで1982年12月27日の修徳まで7年間活動した。1982年、小川が家業を継ぐため、京里福山に U ターンすることとなり、急遽ドラム探しが始まった。ブレイクダウン所属のレコード会社の働きかけにより、あずま ザスウィンギング・バッパーズのメンバーで、後に防軍ボスのメンバーとなる、岡地明が加入、1983年4月、新生ブレイクダウンとして活動を開始した。1986年末、オーティスラッシュとの全国ツアーを最後に解散するまで、日本中を周り年間100本以上のライブを行った。ありがとうございます。